ドクター・シロクマズメンタルトーク。皆さんご機嫌いかがでしたか。皆さんの疲れた心を揉みほぐす白熊院長のメンタルトークの時間がやってまいりました。白熊院長こと中村メンタルクリニック院長中村哲也です。もう12月ですね。12月といえば忘年会のシーズンですね。お酒が入るので皆さんも12月はいつもよりタクシーを利用される回数が多いのではないのでしょうか。多分白熊院長もそうなります。実を言うと白熊院長は名古屋でタクシーを拾うときは少々こだわってタクシーを選び乗車します。え、どんな風にって、本来あまりタクシーとして使用されていない車種を選びます。ほとんどのタクシーがトヨタコンフォート、日産クルーです。そんな中で違う車種のタクシーを見ると嬉しくなります。プリウス、クラウン、マジェスタ、セルシオを時折見かけます。ある日、タクシーに乗車するためにいつものようにさりげなくタクシーを探していました。さりげなくが大事です。あからさまに探しているとお目当てではないタクシーが止まってしまいます。十数台見送ってやっと白のクラウンの個人タクシーを見つけました。白熊院長は思わず勢いよく手を挙げタクシーを止めようとしました。しかしタクシーは私に気づかず通り過ぎてしまいました。ゆっくり走っていて空車だったのに通り過ぎてしまいました。ひょっとしたら手を勢いよく上げすぎて答えが分かって先生に当ててほしい生徒に見えたのかもしれません。路上なのに大人なのに、はたまた手を勢いよく上げすぎたので選手先生に見えたのかもしれません。路上なのに背広姿なのに、そんな考えをして心が折れかかっている白熊院長の前にゆっくり黒のクラウンの個人タクシーが停車しました。運転手さんがドアを開け声をかけてくれます。お客さん、今手を挙げてみませんでしたか。よかった、生徒にも選手にも見えなかったんだと思いながらはいと答え、タクシーに乗ろうと思った瞬間にびっくりしたことがありました。なんとタクシーの横に鉄タクシーと書いてあります。白熊院長の名前、鉄也の鉄と同じ鉄タクシーと書いてあります。ゆっくりと止まったタクシーの横に鉄タクシー、頭の中で中森明菜さんの歌がよぎりました。出会いはスローモーション、すごい縁を感じました。ではそろそろ白熊院長のつぶやきの時間です。今日のつぶやきは、院長の大事にしているもの、50音のあ行にひらがなの運をつけて、あん、いん、うん、えん、おん。あん、いろいろなアイディア。いん、ことの起こる原因、つながり。運、巡り合わせ幸運。縁、巡り合わせ因縁縁起。恩、
他の人から与えられた恵み。私と鉄タクシーさんの出会いも運、縁ですね。信頼できるドライバーなので、クリニックの女性スタッフを自宅まで送ってもらうのも安心です。11月にはブータン国王夫妻が来日され、放射能汚染被害の福島の小学校を訪問しました。握手をしてもらった小学生の男の子の発言、国王の手は温かかったをニュースで伝えていました。これも何かの因縁、巡り合わせ、つながりだと思います。また被災直後に約8000万円の義援金もブータンから送られ、今回被災地を慰問された恩も忘れてはいけないと思います。ではもう一度つぶやきます。安、因、運、縁、恩。本日のつぶやきはいかがでしたか。また次回も白熊委員長はつぶやきます。本日も白熊委員長のつぶやきにお付き合いいただきありがとうございました。グッバイ、グッドラック。